こんにちは。フィリピンダボ情報チャンネルの町田です。本日もフィリピンの情報についてお伝えしていきます。まず今日のメインの話に入る前にですね、こちらですね、フィリピンの新型コロナウイルスの感染者情報について先にお伝えします。こちら2021年1月31日の情報ですけれども、フィリピンの保健省が出している情報となっています。で、こちら黄色と緑と赤に分かれて四角の中にパーセンテージが書いてあるんですけれども、それぞれ黄色からですね、現在の新型コロナウイルスで陽性になっている人の割合ですね、感染者総数のうち現在も陽性である人の割合が示されています。そして真ん中の緑色の四角の中は回復者の割合ですね、感染者総数のうちの回復者の総数の割合が表されています。そして一番右側の赤っぽい色の中がですね、死亡者ですね、感染者総数のうちの死亡者の割合が表されています。そしてもう一回黄色に戻りますけども、こちら現在も陽性の状態となっている人たちがフィリピン全国で 27,318 人います。その割合は 5.2% ですね。感染者に占める現在も陽性の状態が続いている人の割合は 5.2% となっています。そして中央、回復者ですけども、回復者の総数は 487,551 人となっていまして、こちらは感染者総数のうち回復者の総数は 92.8% となっています。そして死亡者ですけれども、今のところで10,749人死亡者が出ています。感染者総数に占める死亡者の割合は 2.05% となっています。はい。そしてその下に小さく書いてある数字ですけども、それが2021年1月31日時点で出た、それぞれの新しく出た人数を表しています。左、黄色の下から新規感染者数ですね、2103人となっています。で中央が、新しく出た回復者の数ですけれども、11653人となっています。そして一番右の赤の下が死亡者ですね、新たに出た死亡者の数が80人となっています。そしてその数字の下に書いてある、数字がですね、感染者の総数ですね。1月31日時点でのフィリピン国内の感染者総数は 525,618人となっています。はい、これがフィリピンの現在の新型コロナウイルスの感染者の情報でした。続きまして、在ダボ総領事館より先ほど届いた情報をお伝えします。こちらはですね、在ダボ総領事館のホームページに新着情報として載せられている情報となっています。在ダボ総領事館の新着情報によりますと、1月30日、フィリピン政府は新型コロナウイルスの変異種が確認されている日本を含む計36カ国地域、またはそれら地域を経由する外国人の入国禁止措置を2月1日から解除することを発表したとのことです。そして入国が許可される外国人が次の通りとして発表されています。一番目に外交官、世界保健機関や国連等の国際機関職員、そして二番目に要人、要の人ですね、要人。そして三番目に医療同伴者を含む医療緊急案件で入国する者、医療従事者の人たちですね。そして四番目に同行するフィリピン人の外国人配偶者及び未成年の子供、特別な理由を持つ子供、フィリピン人である未成年の子供の親、特別な理由を持つフィリピン人の子供の親となっています。そして次からですけども、前回私が作った動画にはなかったんですが、新しくですね、次のビザに関する人が入れることになっています。それがですね、5番目としてフィリピン人入管法第13条に関わるビザ、いわゆる13ビザと呼ばれているものですね。13A、13B、13C、13D、13E、13G となっています。それと、フィリピン生まれ、これはネイティブボーンのビザの所有者となっています。そして6番目に RA7919 ビザ、そして EO324 ビザの所有者。そして7番目に EO266 ビザ、これは特別投資家住民ビザを含むとされています。ただし、観光関連プロジェクト EO63 に基づく特別投資家住民ビザは含まれないとされています。そして RA8756 ビザ、そして 47A2 ビザの所有者となっています。そして8番目ですけども、アウロラ太平洋経済特区自由港長、スービックワン都市長、バタン自由港地域長、カガヤン経済特区長、クラーク開発公社によって発行されたビザの所有者。そして9番目に QD ビザの所有者。
そして10番目に2020年12月17日以降に出国した 9G ビザの所有者、これは再入国の際 ACRI カードとスペシャルリターンサーティフィケートが必要となっているとのことです。以上ですね、総領事館情報によりますと10種類の項目でイギリスからの変異種が出た国からの外国人として入国されるものとして緩和されたという発表がフィリピン政府よりなされたということが新たな情報として提供されています。しかしながらですね、フィリピンの入国には有効なビザが必要とのことです。こちらは共和国法第6868号に基づくバリックバヤンズとして認定された外国人を除くとされています。また入国の際は空港到着時に PCR 検査、そして検疫プロトコールを遵守し、フィリピン保健省の覚書通達に従い、14日間の厳格な検疫を遵守することを条件としています。こちらはフィリピン国民と同様の検査、検疫プロトコールを遵守することとなっています。はい、ということですね。以上、渡航禁止の緩和についてお伝えしましたが、観光客の人たちは引き続き渡航禁止となっていると。これは1月30日に発表されたロケ大統領報道官の発表にもしっかりと明記されていましたね。まあ、あくまで政府、要人、医療関係者、ビジネス関係者、そしてフィリピン人の家族の人たちは入ってこられるよということですね。まあ、これはきっとですね、日本を含めて世界各国のね、大使館等からフィリピン政府に対し相当の要請があった上での措置だと考えられます。まあ、もともと仕事をフィリピンでされていて、たまたまですね、正月期間中に日本に帰られたりだとか、またフィリピン人の家族の方がいらっしゃる方もたまたま日本に用事があって帰っている間にですね、急にイギリスからの変異種が出て、一切海外からの渡航禁止となってしまったんで、非常に困っている人が多くいたはずですね。まあ、これは日本人以外でも他の国でも非常に多くフィリピンに要は戻ってこられないという人たちが多くいたはずです。実際私の周りですら数人いますから、マニラとかセブとかだともっとたくさんいらっしゃるんじゃないかと思います。まあ、そういった人たちがですね、もう毎日情報の収集をしてたと思うんですけども、いよいよ入ってこられるとなったということで、そういった面ではいいニュースですね。まあ、しかしながらフィリピンではイギリスからの変異種の感染者が出たということがすでに伝えられていますので、引き続き用心が必要となります。なのでですね、渡航禁止が一部緩和されても、フィリピンに入ってくる人たちには面倒な手続きとかですね、検査が必要となっています。はい。ということでですね、一般の観光として、ま、フィリピンに入ってくるのはまだ先となりそうですけれども、私のチャンネルでは引き続き、その渡航情報等も注視しながら、新たな情報が入り次第動画にしてお伝えしていきたいと思います。ということで、まだチャンネル登録がお済みでない方はぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。